6月の環境月間を前に、南郷信用金庫が環境保全の活動を推進する日南市内の小中学校へ寄付金10万円の贈呈がありました。市内小中学校施設等の緑化、または地域の環境保全活動等に有効活用いただきたく、一昨年に続き本年も日南市への寄付と、今回新たに宮崎市への寄付を決定した次第であります。地元の金融機関として環境保全に向けて取り組みを企業の社会的責任 CSR の一環として積極的に取り組んでまいりたいと。南郷信用金庫は2008年度より毎年11月から3ヶ月間優待金利付き定期預金エコ未来定期を発売し、2011年度は日南市内の小中学校の校庭などに植樹活動を行うため、定期預金契約金額の一部 0.01% を日南市教育委員会に寄付しています。今年度は赤ウミガメ産卵地の清掃活動に取り組んでいる東郷小中学校に寄付金が充てられる予定です。